はい、皆様どうも、マフロです。はい、今日は、ここファラストリで来ております。ファラストリでは、確かここの転送かな、転送罠、ここを抜けてここに送り込まれたんですね。円卓で転送を開いてもらって、転送でここに飛んで、でそこからここまでたどり着いた。この橋にむっちゃでかい敵いたんですけど、なんとかそれをかわしてきたっていうところですけど、今日はですね、ここで竜を倒せるということで、これですね、来ました。はい、実際やってみましょう。崩れてる感じがしないけどな、これちょっと大丈夫なダメージは当たってるみたいだけど、お、出てきた。ちょっと狼にも手伝ってもらおうか。メントリー何もしないやん。向こうが攻撃してこないからかな。ちょっとスタミナを回復して、スタミナを回復して連続攻撃した方がいいですね。やっとこれで半分ぐらいか。あれでも回復してないか。お、削れてるのでも。これでもある程度レベルないと全く削れない可能性ありです。だいぶ減ってきたな。まあ、ちょっとでも削れれば誰でも時間かければいけるのかな。お、あと4分の1ほど。なんか疲れてきた。何もしないで寝転んでるだけの理由をただひたすら切りつけるだけの動画。反撃されたら一撃死だろうな。つけれるか。
抵抗をひたすらいたぶる。あ、やっつけた。あ、消えていく。竜の心臓を手に入れました。なんだろう、新しい竜の力が。はい、倒すことができましたね。はい、今回はこれだけの動画です。5万もらいました。タリスマン、経験値増えるタリスマンあるらしいんですけど、それ装備してればもうちょっともらえると思うんですけど、自分は手に入れてないんですけど、もうやっちゃいました。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。